骨盤は、大腿骨と脊柱の間で体を支える、強固に一体化した一群の骨の解剖学的、名称である。骨盤1、仙骨2、腸骨3、座骨4、地骨5、地骨結合6、肝骨薄7、閉鎖口8、尾骨赤線は、骨盤円骨盤は、左右一体の肝骨、仙骨、尾骨で構成される。 これらの骨はいずれも成長とともに融合するため個数が変わる。男性の骨盤骨盤で囲まれる空間には膀胱、子宮、直腸などがあり、それらを固定する五腹膜が腹腔の下場をカップ状に密閉していてダグラス化と呼ばれる。腹腔内出血や腹水貯留時などには著名に液体貯留をきたす部位であり、超音波栄光検査や戦士の対象となる。 骨盤は、法医学において、頭蓋骨と並んで、最も男女差の著名な骨であるため、骨盤が残っていれば、性別の鑑定が勘弁である。腸骨、座骨の骨髄は、頭蓋骨のそれとともに、成人においても増血を行う。骨髄移植の際はこれらの骨から、骨髄液を採取する。早朝骨動脈、内腸骨動脈の近傍での骨折はそれらの、 動脈を傷つけ、致死的な腹腔内出血を起こす。交通事故や転落事故においては、頸椎損傷、胸部外傷に次いで重篤な事態であり、それらに次ぐ優先度で骨盤の動揺、圧痛の有無を確認し、骨盤固定処置を行わなければならない。女性では、恥骨結合が所長の1年以上前までは前傾して、女児型だが所長を挟む前後1年から、 出産時に胎児を通すため直立傾向へ転換し始め、初刑の1年後以降には直立傾向となる。若年出産、またはそれを経験した計算婦では安産になりやすいのはそのためである。また、半関節の先長関節について、カイロプラクティックでは可動であり、可動性更新関節になることがあるとしている。パンツサイズの測り方、小学生。 中学生女の子下着の悩み解決、ガールズバでナビ、ありがとうございます。